さあそれでは9月15日第2回 JBCF 秋吉台カルストロードレースの模様をご覧いただきましょう。会場となったのは峰秋吉台ジオパークセンターのカルスター前。ここをスタートゴールとする周回 29.5km の周回コースとなりました。そしてこの 29.5km をなんと5周回、名物のカルストベルグを5回登りますね。そういうことなんです。総距離コース147.5km です。レースレーティングはトリプルレーティングとなります。さあ雨の中このようにスタートしていますね。そうですね、まあ、ただ気温は決して低くなくて蒸し暑い状況でした。はい、さあここで秋吉台選手がですねスタートしていきました。日本三大カルストの一つと言われております。そしてこのようにですね雨が上がった状態になりましたが、残り5周回中田拓也選手が先頭となりました。一時はね、後続と2分差ほど開きましたよね。そして、中間ポイント賞ですね中田拓也選手が獲得いたしました。そして代わっては残り3周回雨澤武明選手が先頭。いや雨澤選手これでもかという何度も、ね、アタックを繰り返してましたが、まあ、残りの距離も、ね、かなりあるんですが、もう雨澤選手らしくこれ本気で逃げ切るつもりでいってますよ。そうですね、雨澤選手がですね2回目の中間ポイント賞を獲得いたしました。そして雨澤選手から追走までのタイムギャップがここで16秒差ということですね。入り部選手にしっかり補正選手増田選手も続きましたね。さあそしてその後雨澤選手がですね、捕まりまして、新たに増田選手、岡選手、そして、リオモの米谷選手の3人が先頭という形になります。まあ、ブリッツもね先頭に2枚送り込んでいますので、 しかもエースの増田選手しっかりと前に、ね、残してます。うん、そしてここなんですよね、米谷選手がアタックを使いました。これアタックというかね、はい、ちょっとこうスルスルと離れましたが、なんとなく増田選手が岡選手を気にかけて待っているような感じでしたよね。そして米谷隆選手が先頭で最終周回に今ここで入ります。いや力強いペダリングですよね。そして追走は増田選手、岡選手、そしてリオモの最多選手の3名で先頭までが1分23秒となりました。ちょっと岡選手苦しそうですね。増田選手完全に待っちゃってますよね。さあ単独で米谷選手行っていますが、増田選手がこの後ろから追いかけている状態ですけど、まあ、DT の強い増田選手ですので、おそらくこれは追いつくのかどうかというところですが、ここで米谷選手に増田選手が追いつく形になりました。さあそしてそこにですねさらにリオモの最多直人選手が追いつきまして、先頭が3名になるんですよね。リオモこれ有利な展開ですよね。はい、先ほどの形と逆になったという感じですよね。さあそして、ここで米谷選手が遅れ始めます。さあ最後のこのカルストベルグ、あもう最多選手行ってますね。どうでしょうか、残りあと 1km のこの上り区間のところで最多選手行きますけれども、いやここは増田選手に振り切られてしまいました。いや途中リオもね2枚ね先頭を送り込んで有利かと思いましたが、増田選手やっぱりこの底力ですよね。経験そして強さ、そういったものが分かりました。見事勝利を使いましたのは宇都宮ブリッジ戦の増田成幸選手でした。まあ、復活ですね、宇都宮ロード以来の勝利です。ああそしてここですよ、リオも強かったですね。強かったリオもデート、最多直人選手がフィニッシュ。そして人生の中で一番苦しかったというふうに、ね、言っていました米谷選手も。これやりきった顔してますね選手たち。大きな拍手をお願いいたします。真ん中には増田選手です。おめでとうございます。いやーもうそうですね、もう本当にもう出し尽くしてというか、もう持ってる今日持ってる全エネルギーをもう出し切ってのゴールだったんで、もう何も残ってないですけれども、こうやって優勝することができて本当に幸せですね。まあ、結果増田選手のですねやはりこう総合力の強さがね、はい、まあ、改めて増田選手の凄さが感じたレースでしたが、今回の増田選手の優勝を受けて、はい、宇都宮ブリッツェンの、今年のですね J プロツアーの年間総合優勝が決まりましたね。 おめでとうございます。素晴らしい勝利でした。4年ぶり、そうですね4年ぶり3回目ということですよね。ツアー日本一ということで、はいはい、おめでとうございました。
1位は宇都宮ブリッツェンの増田成幸選手、そして2位はリオモベルマーレレーシングチームの斉田直人選手、そして3位は同じくリオモベルマーレレーシングチームの米谷隆選手、4位はブリヂストンサイクリングの久保木和重選手、そして5位はマトリックスパータグのホセ・ビセンテ・トリビオ選手でした。以上、第2回 JBCF 秋吉台カルストロードレースの模様をご覧いただきました。さあ、変わっては9月16日第3回 JBCF 維新山口クリテリウムの模様をご覧いただきましょう。会場となっているのは山口県庁前のパークロード直接コース。行動周回 1.3km を合計で40周回、総距離 52km でレースが行われました。さあ、一周短いですけども立ち上がりがね、はい、2箇所ありますので、かなりこの辺りがポイントとなりますが、最後はおそらくね、スプリンターとの激しい争いになりそうですよね。さあ、帝国通りスタートになりまして、レースはマトリックスパータグが積極的に展開を持っていきます。まあ、やはり後続にいるとですね、かなり立ち上がりで苦しい展開になりますので、主導権争いですね、やはりマトリックスグリッペン、シマノが前の方に出て、集団をね、なんとか主導権争いも握ろうという動きが見えます。そして今ここの辺りでもですね、ついていけない選手が続々と出てくる状態ですね。さあ、この180度ターンの後ですね、先頭は立ち上がりトップスピードまで乗せますので、かなり後ろに伸びますよね。はい、そしてここはですね、1回目のスプリント勝利に向けた動きになりまして、1回目はブラーゼンの下島正樹選手が獲得しました。さあ、ここはマトリックストレインからですね、安原選手がスプリント勝負をとりあえず抑えてトップというところですね。さあ、そしてその後もですね、マトリックスパータグ、島野、そしてグリッツェンがレースを支配していて、それぞれのチームのエーススプリンターをしっかり守りながらレースを進めています。そしてマトリックスパータグすごいですね、完璧なコントロールですね。一昨年は宇都宮グリッツェンが勝利した時は、やはり最初から最後までコントロールをして勝ったので、マトリックスはその時の必勝法で今臨んでおりますが、はい、さすがにどうなるか。残りあと2周回というところで、またもうマトリックスパータグはですね、完全にコントロールして前を固めていきますが、さあ、しっかりと土井選手もリードアウト役、しっかりとポジションね、2番手につけていますが、その後ろ最後のですね、発射台、アイラン・フェルナンデスの発射台はホセ・ビセンテが務めますね。ラストラップに入りまして、最終コーナー立ち上がってきました。マトリックスパータグが前を固めていく状態ですが、赤いジャージ久保木選手の姿も見えますが、さあ、ここで見えてきます、久保木選手、島野、そしてマトリックスというところなんですけれども、前を行きましたのは黒枝沙耶選手。いやー、黒枝沙耶選手取りましたね。いやー、すごい力強いスプリント。いや、嬉しい、これエーススプリンターとしての大役果たしましたし、おそらく自身のプロ初優勝ですよね。また入部選手の、ね、アシストも素晴らしかったです。そうですね、今まであのクリテリウムは特にスプリントを任せることが多かったので、そこでいつもチームメイトにいつもアシストしてもらって勝てなかったのは悔しかったんですけど、やっぱこう今回勝てて報われたなって感じです。黒枝選手ですけども、はい、まあ今までね、なかなかチームの恩返しができてなかったということで、今回プロ初優勝ですが、これがきっかけでね、この後のレース自信をつけて、おそらくスプリントステージではかなり勝利が量産されるんじゃないですか。今後の活躍に期待してですね。さあ、それではですね、リザルトをご紹介してまいりましょう。第1位が黒枝沙耶選手、島野レーシングチーム、そして第2位は久保木和重選手、チームブリヂストンサイクリング、第3位は入部翔太郎選手、島野レーシングチーム、そして第4位はマトリックスパータグのアイラン・フェルナンデス・カサトラ選手、そして第5位は宇都宮ブリッツェンの小野寺レイス選手でした。以上、第3回 JBCF 維新山口クリテリウムの模様をご覧いただきました。